はい、エルカチャンネルのショーです。熊本で起きた地震からですね、早5年経ちました。本当はですね、地震があった日にすぐにでも動画を上げたかったんですけど、いろいろありましたので遅れてしまいました。時が経つのは早いもので、5年も経てばですね、いろんなものが変わりましたね。壊れてたところもですね、復旧しまして、正直地震が起きる前の記憶があんまりないというかですね、怖い目に遭ってたはずなんですけど、もうそれがどんどん薄れていってる感じがします。周りの友達にもですね、5年経ったということで生活がどう変わったのかですね、ちょっと聞いてみました。もう俺自身がですね、もうさっきも言った通りなのであれなんですけど、実家のお店の方もですね、その当時の映像がまだ残ってますので、そちらと現在の状況をですね、見てもらおうかなと思います。それではどうぞ。エルちゃん、アットホームな雰囲気が人気で、毎年
し長期で宿泊するお客さんも多かったそうです。昨年起きた熊本地震、隣接する自宅は全壊、民家と食堂も大きな被害を受けました。ご夫婦は南阿蘇村の仮設団地で暮らしています。地震から4ヶ月後の昨年8月、水と電気の復旧を待って急いで食堂を再開しました。どうも見せ場しようと思いましたですね。もうあれはね、全然今なんか本当に仲良くいないもんだけど、うん、この店がないと飯食いとくのなかった。だから早分けしてくれと。お二人はゆっくり食事に出ることができない。工事関係者のためにお弁当も作ることにしました。食堂とお弁当の仕込みをするために毎朝早くからお店に出勤します。ご飯の量が必要かな。ご飯の量が必要かな。温かくてボリューム満点のお弁当は忙しい皆さんに大人気です。そうですよね。よく使われるんですか？毎日です。従業員の皆さんも本当食事に助かってますんで、毎日弁当、美味しそうな弁当を作ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お二人が作る愛情たっぷりのお昼ご飯、熊本の復興を陰から支え続けています。エルちゃん、もうここは私たちのためにあるようなところでしょう。ふるさと食堂店、これはちょっと食べていかないと変えられない。こちらのご主人ですか？はい、ふるさと食堂さん。はい、そうそう。でこれですね、はい、このコーナーがふるさとだよりというコーナーなんですよ。あ、そう、でもご主人、はい、阿蘇大橋すぐそこですよね。もう、はい、地震の時どきゃんだったですか、ここ？もう、もう芝居も潰れて全開だったもん。住んでらっしゃるところは全開だった。ああ、これ裏が住まいだった。ここメニューはちゃんぽん、唐揚げ定食、生姜焼き、もう全部手書きが横ですね。奥様の手書きで、大体ちゃんぽんか唐揚げか。ということでご主人自慢のちゃんぽんです。いただきます。わー、おぼこれお野菜もたっぷり入ってて、シャキシャキしてて、鶏ガラスープがとても美味しいですね。本当に。そば今やってな。そしてもう一つの自慢は唐揚げ定食。復旧工事の方々に人気だそうです。ご主人は、もう何年生になってるんですか、お店は？もう46年。ここでですか？20歳で帰ってきた。元々は田草部に売って、でそこで出会いが張って、つや重たですもん、行政の味が。Thank you.
L ちゃん。L ちゃん、はい、どうだったでしょうか。綺麗になったなと思います。本当に最初の方に言ったんですけど、こういう大変なことがあったというのは覚えておかなくてはいけないことだと思います。ただ自分たちのとこだけじゃないんですよね。日本全国いろんなところで地震があったりとか、それ以外の自然災害ですね、そういうのがあってます。経験したことがないっていう子たちもこれからどんどん出てくるでしょう。何回も大変な目に遭った方々もいるでしょう。一人一人がですね、これを大事に覚えておけるようになればいいなと思います。まあ俺自身がですね、薄れていってるぐらいなので、改めて胸に刻んでおきたいと思います。ということで今回の動画はここまでです。俺に買って来い。